巻隊です。本日は強風の中、オータムフェスタ2024にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと寒いです。寒いですね。どうか暖かくしてなんかお楽しみください、はい。そして今日はいろんなイベントがあるんですけども、そうですね、残念ながら、体験挑戦は強風のため中止となってしまったんですけれども、その他にもまださまざまなイベントが盛りだくさんですので、もお楽しみいただければと思います。はい。そして本日の進行役は佐藤海藻中川真理子と伊藤海藻内沼直樹と、佐藤海藻神田鈴音です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて本日の横須賀音楽隊ミニコンサートは歌とピアノによる演奏をお届けいたします。まずはじめは俳優としても歌手としても活躍されております菅田将暉さんの虹をお送りしましょう。家族の思いや優しさが包み込まれた心温まる作品です。どうぞ。Thank you.
ありがとうございました。次は映画ハウルの動く城の主題歌、世界の約束をお送りします。倍賞千恵子さんが歌って話題となったこの曲を三島海藻、中川真理子の歌声でお聴きいただきましょう。世界の約束。ある出来事により塔の上に長い間閉じ込められていたラプンツェルが外の世界に憧れ、自分自身の未来を切り開いていく物語です。
ラプンツェルとフリンがボートに乗り、王国から放たれるランタンの光を見上げるシーンはとてもロマンティックでうっとりします。それではどうぞ。演奏会最後にお送りします曲は天病の歌です。ひと夏の恋が描かれたどこまでも切ないラブソングです。どうぞ。あなた。
ていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。終了させていただきます。ちょっと寒い中最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。なお皆様にお知らせがございます。この後13時30分から行われます横須賀音楽隊によるパレード、そして15時から横須賀音楽隊員も参加するファッションショー、ぜひいらしてください。一応今のところ実施される予定と聞いております。お時間ある方ぜひお越しください。引き続きオータムフェスタ2024をお楽しみください。ありがとうございました。